はい、そこまで、千秋失格。お待たせしました、皆さん、本物の主役の登場です。おお。巨匠。ジジイ。失格って、なんで俺が。では、気を取り直してもう一回最初から。あ、峰君、何も気にしなくていいから、もっと楽しそうな音出してよ、いつもみたいに。は、はい。ホルンの君、体調悪いなら今日は無理いらないよ。は、はい。クラリネットの君、そのリード変えた方がいいみたいよ。はい。チェロのミホちゃん、私には見とれて OK です。でも色っぽい音よろしくですよ。はい。じゃ、あと一回だけやりましょう。リードや体調の悪さも本人の責任だ。下手は下手だ。でも、あの人が振るだけでオケが鳴り出す。あの人はきっと音楽を、人を尊敬してて、それが自分に返ってくる。本物の巨匠なんだ。いいですよ、何枚破っても。弟子にしてくれるまで何枚でも転嫁願い出しますから。弟子だったら転嫁しなくてもなれます。え？君は結構面白そうだから、弟子にしてあげます。本当に？よし、そうと決まったらお祝いに渋谷行きましょう。は？千秋と一緒なら逆な狙います。メルヒのバカ、先輩を何の弟子にするつもりですか？千秋には漏れなくのだめちゃんがついてくるんですね。むぎゅー、むぎゃー、ひー。ああ、それにしても、あの失敗だった初ステージが、俺の運命を180度変えることになるとは、この時はまだ想像だにしていなかった。千秋先輩！のだめちゃん。どうしよう先輩、のだめ留年しちゃうかもです。留年？へえ。驚かないんですか？不思議でもなんでもないだろ。明日の残りに教科一つでも落としたら、のだめ絶対留年です。先輩、のだめに勉強教えて。一夜漬けに付き合ってられっか。のだめちゃんはバカだったんですね、かわいそうに。千秋、勉強教えてあげなさい。なんで俺が？千秋、勉強教えてくれ。うちのコンサートマスターもアホだったんですね。さあ千秋、何でも好きなもの頼んでくれ。のだめ麻婆豆腐とチャーハン。はいよ、千秋さんは。じゃあ俺、クラブハウスサンド。え？はいよ、クラブハウスサンド一丁。え？ドリンクはコーヒー？それとも紅茶？じゃあエスプレッソで。はいよ。なんで中華屋に適当に因縁つけて帰ろうと思ったのに。じゃあ先生、よろしくお願いします。食い逃げですか先生。美しいメロディーです。うっとりです。スムーズです。楽しいです。すごい、イケてます。スムーズです。いい曲ですよね。イケてます。楽しいです。スムーズです。
ですよね。あれ？ギク。いけてます。嘘。スムーズです。